情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、今日なぜか3本目なんですけれども、とりあえず何も考えずにチャンネル登録お願いします。こんな感じでですね、突然3本上げたり1本しか上がらなかったり、ある時突然ライブやったりしますので、皆さんにお知らせをしたいんでね、強くチャンネル登録をお勧めします。さっきね、15万人超えとか言ったんですけど、もう16万人超えてましたね。すいません、目指せ20万人ということで頑張ってますので、あと3万ちょっとですので、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。今日なんでね3本目かというとね、久々にね、あのお方の名前を言わざるを得ませんね。はい、あの黒幕からですね、これはぜひやってくれという指令がですね、来まして、取り終わったところで来てしまいまして、さっきの2本目をね、取り終わったところで黒幕からこれをやるという指示が来たんで、もう今あの私の意思じゃなくて、今黒幕の意思で動いてます。はい、あのテドロスさんがね、頭の中に熊のプーさんいるでしょね、同じイメージです。俺の頭の中に今黒幕がいて動いてると思ってください。でも言うのは僕の意見ですよ。はい、何かというとね、まあ、都の、休業要請にね、100万円協力金くれるというお話ですよね。はい、まあ、50万円か2店舗以上やってたら100万円というお話なんですが、まあ、これがね、保証金として十分かどうかということですけど、まあ、普通に考えていただければね、まあどうなんでしょうね。100万円ぐらいの商売やってる方には十分かもしれませんけれども、100万円以上の商売やってる人は結構きついですよね。まあ端的に言うとね、あの家賃ですよ。はい、家賃をね、やっぱモラトリアムしてもらわないとなかなか商売がきついですね。だって1ヶ月休業したら売上ゼロでしょ。でも家賃は普通に払わなきゃいけないじゃん。ですよね。で、大家さんに値引きの交渉とかしてもね、応じてもらえるかどうか分かんないし、一般的にはね。で、大家さんの方だって家賃入ってこないと、だいたいそのビルとかね、借金して建ててるんで、銀行の支払いあるわけですよ。ってことで、銀行の支払いもモラトリアムつってね、待ってもらえれば、多分家賃も待ってもらえると思うので、だからこんなね、保証だのなんだの、しょうもないこと言ってる間にね、国がね、あれですよ、東日本大震災の時にもやった、あの、モラトリアム。ね、あれ2ヶ月ぐらい発動しちゃったらいいんですよ。そしたら大家さんももう2ヶ月、ね、借金返さなくていいから。ね、じゃあ家賃もいいよ、2ヶ月待ってあげるよってできるじゃないですか。で、あの返済期限ももう2ヶ月後ずれするっていう、もうモラトリアムで全然いいんじゃないですか。ね、もうこの時期が借金の時期に入ってた人はもう自動的に、もう契約書に何て書いてあろうが、もうそのモラトリアムの期間だけ、返済期限が後ずれしてるって解釈で、もう裁判所で争っても勝てないみたいな、そういうのをドーンと政府が出すとですね、家賃みんな助かるので、商売結構維持できると思うんですよね。こんな協力金10万円だなんだってやってね、家賃を放置でってやると、結局その東京都が出したお金はね、そのもらった店舗を通じて大家さんに全部吸い上げられてね、大家さん丸儲けみたいな感じになっちゃいますよ。それはそれでどうなのって思いません？でね、似たようなことはね、なんか御殿場市でも上限100万円でやるらしいんですよね。昨日、これは静岡新聞かな、休業飲食店に保証、3密対象で上限100万円というのを御殿場市が出しました。で、大阪市はですね、これはちょっと難しいということでね、吉村市長が言ってるみたいなことを言ってましたけれども、産経新聞にね、ナイスな記事が出てますよ。昨日の記事ですけどね、なぜ国はお金を渋るのか、休業要請保証をめぐり政府対自治体、東京都は独自の協力金も検討ということで、まあその協力金が今日出たこの100万円だったわけですよね。はい、だからあの国ね、国のね、皆さんに今これ私提言ですよ。財源が一切かからないでね、しかももう即効性があってね、しかももう拍手喝采ね、もう皆さんが得する、銀行だけがちょっと泣くかもしれない。でもまあ銀行もさ、大丈夫なんです、これまあ後で言いますけどね。はい、銀行も大丈夫なんですけど、あのその手はね、何かというとやっぱモラトリアムの発動ですよ。はい、借金と家賃のモラトリアムで、さらに言うとこれにね、金融検査その分甘くしてやるっていう銀行への餌もつけてください。そうすると1円の金もかからないでみんながハッピーになる政策ができるんですよ。なんでやらないんですか、謎ですよね。でね、あの東京都もこの御殿場市もまあ苦しい財源の中からね、いろいろやってますけど、ここにもね、もう一個手があるんですよ。はい、あの昨日も言いましたけどね、東京都債とか、まあ、御殿場市債とか多分出せると思うんで、まあ、静岡県債でもいいんですけど、いわゆる地方債ね、地方債を発行して日銀に買ってもらったらいいんじゃないですかね。まあ日銀が直接買うっていうのはなかなか難しいので、いろんなね、その地方債をこう扱う団体があるんですよ。はい、あの地方、なんだっけな、地方債なんとか機構みたいなやつがあるんですよ。はい、名前忘れちゃったあるんですけど、でそこにお金をドーンと出して、で今回のね、まあこう対策で、そういう保証とかやるときに出すね、地方債はもうあの日銀が金つけて買いますと。はい、でもうあの例えばじゃあ10年債とか30年債とか、まあ100年債でもいいや、
都が100年債とか出してこれでやりますとか言ったら財源結構無限にいけるので、まあ、保証するにしてもねこういうやり方もあるよということなんですよね。はい、まあ、ベストはね国がモラトリアム発動するのが一番いいんじゃないですか。うん、困るの銀行だけだしさ、ね、でも銀行はそう金融減産甘くしてやるとか日銀からその分金貸してやるって言えばこれも済むわけでさ、ね、なんか問題ありますかって思うんですけど、なんかちょっと国の動きが鈍いんですよね。でも結構いいと思いません？今日ね、私ね、あるね、東京都内の飲食店を経営している方からね、お便りをいただきまして。で、まあ、このね、休業要請する対象が、夜の居酒屋はダメだけど、ランチが OK とか、もうわけわかんなくて、本当に困ってますと。で、このままだとね、売上ゼロ、もう店閉めて売上ゼロのまま家賃だけ発生するから、本当に困っちゃうみたいなことをおっしゃってましたよ。で、私ね、返信書きましてね、家賃モラトリアムどうよって言ったら、あ、それナイスですね、と。もうやっぱ拍手喝采ですよね。私が総理大臣だったら絶対それ考えるんですけどね。まあ総理大臣じゃないんで考えてもしょうがないんですけど、もしですね、このまあ細いっていうかまあ一応繋がってない太いパイプをね、私は持ってますから。安倍総理がこの動画をもしご覧になっていたら、1円も財源がかからずにね、皆さん拍手喝采って言ったらやっぱ家賃とさ、ね、借金のモラトリアムじゃないかなと思うんですよね。これその、で、モラトリアムね、全部にやっちゃっていいと思いますよ。あらゆる借金ね。もうそれこそ、いわゆる消費者金融からお金を借りてる人もモラトリアムしていいし、住宅ローンもモラトリアム OK だし、ね、それから、その、まあ、我々のような商売人の家賃もモラトリアム OK だし、ね、そういうふうにやったら、みんな喜ぶじゃん。ね。で、で、そうすると今度は、まあ、元本返ってこない、まあ、その金融機関とか、消費者金融は苦しむかもしれないですけど、今、消費者金融ってほとんどみんな紐付きですから、銀行の。だから銀行にメリットを与えれば多分これ運っていう可能性高いですよ。確かね、アイフル以外、アイフルだけかな、いわゆる独立系はね、あとみんなね、もうね、地銀とか、都銀とかのね、紐ついてます。はい、これはね、もう銀行はいらない書いた時に俺調べたんで間違いないです。もうほぼ全部そうです。で、なんでかっていうと、銀行がね、今ね、金利安くて儲からないんで消費者金融にすげえ参入してきてるんですよ。で、そのせいで今大体系列店ですから。はい、だってライフとかだって今あるでしょ、新生銀行グループでしょ、確かね、私が昔いたところですけどね。はい、まあそんな感じで、消費者金融も含めて、そうだ、全部やればいいじゃん、モラトリアム。今こそモラトリアムだよね。東日本大震災の時に一応やったんですよ、一回。あれ結構助かったって人いると思うんですけど、住宅ローンまでは確か対象じゃなかったような気がするんですよね。そうだから、やっぱり今こそモラトリアムの発動だよ。これいいと思うな。予算もかかんねえしな。もう日銀からさ、なんかちょっとね、お金入れてもらえばいいし、その金なんかすればいいだけだからさ、別にもう印刷機回す必要もないんですよ。ちょんちょんちょんってね、こう端末に打ち込んで、当座預金に振り込めばそれで終わりなんだから、そういうの発動したらいいんじゃない？ね、資金はだからあれでいいですよ。国債化なんかでもいいし、財政投融資でもいいかもしれないですね。財投債日銀に交わして、で、その金をまあぶっ込むとか、まあ、いろんなやり方がありますけど、まあ、そういうね、家賃と、それから、家賃とね、借金のモラトリアムやれば、まあちょっと、ちょっとっていうか、もうかなり拍手喝采になると私は思いますけどね。まあただ、一番困っちゃうのは大家さんかな。大家さん家賃もらえないので、生活費とかなくなっちゃうと困るんで、じゃあそういう人には、一人10万円ばらまきますみたいなので、これで当座をしのいでくださいみたいな。やれば完璧じゃないかな。みんな助かると思うんだけどな。なんでやんないんだろうな。まあ小池都知事ね、まあ昨日も私苦言を呈しましたけど、なんかね、その記者会見好きでね、いろいろパフォーマンスやられるのが結構だし、まあ、今回も頑張って上限100万円いいっすよ。ないよりはマシ、しょぼいけどね、しょぼいけど、まあないよりはマシなんで、まあ、ちょっとは助かるんですけど、でもね、それでもですよ、ね、問題がやっぱりあると思いません？ね、こういう細かいところですよね。本当に役に立つこと、本当にこう実行できることっていうのをもっと政府に働きかけてさ、足並み揃えようよ。例えばさ、ね、例えば納税猶予の延滞税みたいね。東京都は未だに延滞税取るって言うんですよ、都税事務所行くと。恐ろしいね。これもうほんと口を酸っぱくして言いたいんですけどね。中間納税猶予しますけど、延滞税 1.6% 申し受けますなんて。そんなのないでしょう。ねえ、都民にこれだけ非常時だって言ってんだからさ、官僚機構だって非常時でやれよ。業務だって非常時にしろよってみんな思いますよね。はい。まあそういうことで、まあ、いろんなね、まあ財源かかるうんぬんかんぬんありますけど、財源かかんない方法だってあるんだからさ、もうちょっと知恵絞れよ。昔亀井静香さんがやったんだぜ、このモラトリアム。ね、亀井静香さんといえばですよ、自民党を捨ててね、国民新党を作ってやってた、彼ですよ。はい、ね、でそういうのをやっぱりね、今こそね、検討すべきですね。前例もあるんだしね。だからまあ死のもの言ってないで、私は、そういう大胆なね、財源も必要もない、そういうのをね、やった方がいいかなと
いうことをね、今日はね、お伝えしたいなと、これを言えというふうにね、黒幕に言われてですね、今言ってますので、よろしくお願いします。それからね、まあこれは提案ベースなんですけど、まあこれからますます、自宅待機要請が強くなってね、もう私も自宅待機しようと頑張ってるんですけど、どうしても虎の門出たりとかね、テラちゃんあったりとかして、まあ週に何回か外出せざるを得ないんですけど、もうそういうのを除いてはほとんど家にいるみたいな状態になるようにだいぶもうなってきました。でね、時間も空いてきたんでね、この間のライブの時にちょっとお届けした私の音楽、あのテノリオンですけどね、あのテノリオンの生ライブとかもね、あのジャイアンリサイタルならぬジョネアンリサイタルみたいなのね、やってもいいかなとか思うんで、まあどうでしょうね。なんか DJ の方とかがね、結構あの自宅でプレイして、プレイ動画上げてますけど、まあ、そのノリでね、ちょっとやってみてもいいかなと思って、そのうち気が向いたらやるんで、ぜひ皆さん見てください。はい、すいません。最後は黒幕には言われてないことをぶっ込んでおきました。ということで、ぜひチャンネル登録を、はい、16万超えで20万目指しますんで、よろしくお願いいたします。今日7時から、やりすぎミンラブのライブも見れますので、ご期待ください。ということで、ガー